SAS バイアのビジュアルパイプラインを用いたモデル生成をデモでご覧いただきますバイアのホームページからモデルの作成を選びますプロジェクトを新規作成していきますプロジェクトに任意に名称を設定しますバイアでは機械学習のモデル テキストマイニングのモデル、時系列予測のモデルをビジュアルパイプラインで作成することができます。今回は機械学習のモデルを作成します。まずはじめに学習用のデータを選択します。このデータはあらかじめ顧客ごとに一行のフォーマットに整えられているデータです。学習用のデータを選択すると 変数のリストが表示されて出て出きますまずターゲット変数を指定します変数名が bad ラベル名が延滞フラグ、まあ、こちらの項目が予測対象の項目になるので役割からターゲットを選んでおきますではパイプラインを作成しましょうこのデータソースに基づきドラッグドロップ操作でパイプラインを作成していきます 盛り込むことがができる機能のリストが左側に表示されていま,すまずデータに対する各種前処理の機能、教師あり学習の手法、後処理というところではアンサンブルのモデルを作成することができます。そしてその他の機能です。例えば、欠損値保管を行いたければ、この保管をパイプライン内にドラッグするだけです。 決値保管の機能濃度が追加されましたでは勾配ブースティングでモデルを作成したければ勾配ブースティングをまたパイプライン内にドラッグするだけですそれぞれの機能濃度の細かなオプション設定に関しては画面右側で行うことができますこちらは勾配ブースティングに関するオプションの設定画面です ドラッグ操作だけではなくメニューから必要な機能ノードを追加していくこともできます例えばランダムフォレストも追加してみますこれで購買ブースティングとランダムフォレストのモデルの精度を比較するパイプラインが出来上がりますランダムフォレストに関するオプションも画面右側で詳細に設定することができます パイプラインが出来上がりましたら、右上のパイプラインの実行アイコンをクリックするだけです。すると、パイプラインが上から下に向かって実行されていきます。実行中の機能濃度はアイコンがくるくる回り、正常に完了すると緑のチェックマークに変えて教えてくれます。指すバイヤーはデフォルトがマルチスレッド、かつインメモリの並列分散で処理されますので、 勾配ブースティングとフォレストのモデル生成が同時並行的に動いています処理が完了いたしました結果を見ていきましょう今回は勾配ブースティングのモデルの精度が高いこれがチャンピオンなんだと教えてくれていますモデルの精度比較に関する詳細な情報は 画面の下側に様々出てままいりますリフトや ROC の情報など詳細な情報を画面下側で確認することができます。